屋台豚骨味棒ラーメン。棒状ノンフライ麺に粉末スープと調味油がついています。麺は細い角断面でチリではありません。長さが20センチぐらいと短く、すすぎ切るまでのテンポが早いです。緻密な感じがする反面、ボリューム感は弱いです。輪郭はやや曖昧で、噛み心地もねちゃっとした鈍さがあります。スープは白濁したミルキー豚骨です。獣臭さは全くなく、軽くてあっさりした舌触りです。粉末臭さは感じず、口当たりはまろやかで、旨味も必要十分です。でも塩分が弱いようで、味の芯となる部分が脆弱なように感じました。辛い刺激はありません。食べてもエネルギーが湧いてくる感じがしないので、これはダイエット食として扱うのがいいと思いました。